ミツカン。ごま豆乳鍋です。豆乳のコクがよく出てるね。ごまの香りも素晴らしい。この味お家で出せるんだ。手作りできない味、ミツカンごま豆乳鍋つゆ。他にもいろいろ。焼きお人形そーっと入れますよ。そっと。いい香りですね。いい香りですね。香ばしい匂いとごま豆乳鍋、美味しそう。ごま豆乳と焼きおにぎりの薬味茶漬け完成です。いただきます。いただきます。このおにぎりの香ばしさと香りがね、いいですね。いいですね。ムフフフフ。ムフフっていう人初めてですよ。せーの。鍋の締めはムフフのフ。手作りできない味、ミツカン締めまで美味しいごま豆乳鍋つゆ。鈴木さんなら次何でお作りになりますか？いや、たくさんあって迷っちゃう。ミツカン。行ってこい、俺の鍋。この出汁旨味が深いね。ええ味が出てると思う。これはもう家庭のレベルと違いますね。手作りできない味、ミツカン焼きあご出汁鍋つゆ。他にもいろいろ。柚子の皮ですね。そう、柚子の皮をこうやって削るんですね、はい、焼きあご出汁と九条ネギのお雑煮の完成です。では、はい、いただきます。いただきます。焼きあごだしがお餅に染みて、うん、おいしい。おいしいですねこれ。上手に言いますね。どうか篠原さんもぜひご一緒に。いやいやいや、僕はちょっとなかなか言えないですよ。ムフフって人生で使ったことないです。せーの。鍋の締めはムフフのフ。手作りできない味、ミツカン締めまで美味しい焼きあごだし鍋つゆ。気になる味はありますか？キムチ鍋。キムチ鍋。キムチ鍋。美味しいんです。ね。はい。